皆さんこんにちは、渡辺隆史です。では今回は、帝徳の基盤3パーフェクトセガサタン版、レイテオ機械戦、やり直しのやり直しプレイ、続きをやっていきたいと思います。まあこれまでね、このレイテオ機械戦セガサタン版では苦戦苦戦ということで、なかなか攻略進んでいなかった状況の中、大胆な、人事の変更を行いながらですね、今回3回目の挑戦を行っています。まあ特に、まあ人事面で、よく変更した部分としてはですね、簡単にご紹介しておきますと、まず、主力中の主力。戦艦、ヤマト、武蔵、長門を擁するこの第二艦隊ですけども、ここにですね、まあ、とにかく攻撃戦に強い原さんを、急遽、第二戦隊の司令として配備する。まあその他にも攻撃戦の強いいいキャラクターを置くということでですね、攻撃戦になんとか活路を見出そうということで頑張っています。現状、レイテの守備隊の数なんですけども、すでにですね、敵の空爆によって要塞のほとんどが壊されてしまっているというところなので、75守備隊いるんですけども、これかなり数が少ないと思って良さそうです。なので、この後マニラから、このレイテに、陸戦隊を送り届けたいと思います。では、時間を進めていきましょう。日本軍の第4艦隊ですね。ここはもともと不層がいた部隊ですけども、これが、まあ、残念ながら壊滅ということになりそうです。第4艦隊壊滅しましたが、続いて第2艦隊が狙われています。第2艦隊は、戦艦ヤマト武蔵、そして長門のいる部隊ですね。まあ、ここは、まあ、主力中の主力。なんとかね、敵空母艦隊に一撃を加えてもらいたいので、逃げ切りを図りましょう。さあ、続いて第3艦隊ですね。ここは戦艦金剛がいる部隊です。なんとか生き残ってくれていたなっていう感じがするので、ここに対しては砲撃をかけていきましょう。第4艦隊は犠牲となって、壊滅しましたけども、第3艦隊、第2艦隊健在ですからね。ここは戦艦金剛で敵空母を殲滅するために突入していきましょう。空母の殲滅を優先します。まあ、1にも2にも空母優先ということで、空母までたどり着くために敵の戦艦を無視します。まあ、差し違えてでも空母を狙いましょうね。韓国、撃沈してまーす。イントレピット、撃沈してまーす。はい。正規空母2隻撃沈しています。味方もね、損害ちょっと出ていますが、まずは戦果として十分かなと思います。アメリカ軍第3艦隊、ボーガン司令の、空母、しかも正規空母2隻を撃沈しています。さあ、ヤマトですね。ここも敵艦隊攻撃に入りましょう。空母4、戦艦2の、ここの艦隊だけ叩くことができれば、無傷の空母艦隊っていうのはもういなくなるんじゃないかなと思いますので、ここをしっかり敵の空母仕留めたいというふうに思います。ここも敵の空母優先ですね。戦艦からの攻撃を仮に受けたとしても、あくまでも敵の空母、最優先で捜索します。野戦なのでちょっとね、敵見つけられるかどうかっていうのはあるんですけどね。はい。
野戦の末、敵軽空母2隻撃沈しています。こちらもね、巡洋艦2隻を失っていますが、まあ、このまま、ヤマト、ムサシ、ナガトには、洋上で粘ってもらいたいと思います。順調ですね。続いて空母に戦艦に。まあ、これ先ほど戦った部隊と同じですかね。戦艦ヤマト、ムサシ、第2回戦と行きましょう。今度はギリギリ5時になっていると思うので、夜戦という形ではないと思います。そうですね。ちゃんと敵捕捉できてますね。ここには正規空母エンタープライズがいましたね。なんとかエンタープライズ撃沈したかったんですが、第5艦隊取り逃しています。司令官はデビンソンです。では、ここからは基地航空隊を使って波状攻撃を仕掛けていきましょう。石切港ですね。だけで飛ばすのはあんまりやりたくないんですが、まあそうも言っていられない切迫した状態にはなってきてますので、飛ばしていきましょう。続いてメナードの基地航空隊も出します。波状攻撃によって直縁機は2しか上げられていないのがアメリカ軍の艦隊ですね。空母に、ここにはエンタープライズフランクリン。入っていたと思うので、確実に仕留めにかかりましょう。フランクリン撃沈です。戦艦マサチューセッツも撃沈できそうですね。では次の空母に向かいます。マサチューセッツ撃沈してます。直面を叩き落として空母に直接攻撃を仕掛けていきましょう。エンタープライズだと思います。なんとかね、エンタープライズ撃沈まで持っていきたいですね。エンタープライズ撃沈完了です。さあ、だいぶ敵艦隊数は減らしているもののですね、ご覧のようにだいぶ 0.に近づかれています。どれを攻撃していくかっていうのはね、十分に思案をしていく必要がありますね。戦艦1、ここは戦艦6、ここはまだ未確認ですね。まあ、戦艦6っていうのが一番の脅威になるかなと今のところ思うので、戦艦6っていう部隊を中心に攻撃仕掛けていくことになるかなと思います。レイテに再び敵部隊の上陸を許しましたので、しばらくの間はですね、レイテに上陸された敵部隊の攻撃に専念しましょう。レイテの進行部隊9ですね、これをなんとか撃破していきましょう。ヤマト・ムサシですけども、レイテに上陸していた敵進行部隊、これの撃滅に成功してます。続いてマニラの基地航空隊ですね。177機、前期発進して敵艦隊にとどめを刺していきましょう。空母1、戦艦1です。まあ、前年ながらですね、戦艦不走、これはアメリカ軍の戦艦部隊と打ち合いの中で撃沈されてしまったので、残っている日本軍の戦艦はヤマト、ムサシ、ナガトの、まあ、3隻という形になってます。続いて第2艦隊ですが、戦艦ヤマト、ムサシ、ナガトですね。アメリカ軍の航空機141機、まだ141機も展開できる空母艦隊残ってるんだな。アメリカ軍第4艦隊は壊滅させました。140機部隊展開していた空母艦隊がまだどっかに残ってるはずなんですよね。それがどこにいるのかちょっと早く突き止めたいですよね。140機の攻撃を受けたらレイテ溜まったものじゃないので、やっぱり早めにね、所在を確認したいですよね。さあ、敵艦隊発見しましたね。空母6、ここだと思います。これが多分
さっき140機出してきていた空母艦隊だと思うので、この艦隊を一番最初に狙わなきゃいけない艦隊になりますね。標的をこの空母艦隊に変更していきましょう。これが日米空母決戦と言えるところだと思うんですけども、日下さんの随格要する航空艦隊とアメリカ軍の第7艦隊ですね。壮絶な航空戦の末、敵の直撃半分落としてますが、味方は残念ながらね、未帰還が70機という状態です。ただ、この第7艦隊ね、今回直撃にダメージ与えてますので、波状攻撃仕掛けていきましょう。まあ、消耗戦本来は、まあ、愚策だと思うんですけども、まあ、今回に関してはですね、なんといっても、だいぶ航空戦力をこのフィリピンに集結させているというのもあってですね、消耗戦歓迎というところありますので、しっかりやっていきます。では、まあ、戦いの本当のその一瞬の隙をついてというところですけども、日下さんの第6艦隊がレイテに入れましたので、これ、下ろします。陸戦隊を。これ、陸戦隊を下ろせれば、だいぶ数に余裕が出てくる。マックス99まで行きましたね。そしたら直ちに出航します。補給はせずに直ちに出航。補給してると、その間に停泊中攻撃を受けると大損害が 出てしまうので、補給はせずに陸戦隊を下ろしたら直ちに出航してもらいましょう。続いて高尾の基地航空隊ですね。これも出します。まあ、主に敵の直撃機を叩き落とすというのが目的です。アメリカ軍の空母6。これ最後のね、空母艦隊だと思います。直撃機を叩き落として、あとは、母艦に直接攻撃を仕掛けていきましょう。いや、今回はうまくいくかもしれないな。まあ、なんといっても今 0.2 で、その、99ユニット、陸戦隊を配置できてるっていうのが心のゆとりとしてすごく大きいですね。さらに、まあ損害は広がりましたけども、相手の直撃機を落としたこの第7艦隊ですね。アメリカ軍の。ここに直接攻撃を仕掛けることができれば、うん、勝機ありそうですね。軽空母。ここ3隻入ってましたね。ここも軽空母の艦隊だと見て良さそうですね。軽空母6隻というのを確認できました。アメリカ軍の第7艦隊でしたね。こうなってくると一番脅威なのが、まあ今ご覧いただいたこの第7艦隊、軽空母6隻の艦隊か、もしくは戦艦6隻の、大部隊ですかね。あそこの艦隊が、まあ、要注意ということになりそうです。では、マニラの基地航空隊で先ほど攻撃を加えた軽空母6隻、まあ、うち1隻は撃沈しているので、残り5隻ですね。その空母艦隊捜索して攻撃加えていきましょう。こちらは第2艦隊ですね。戦艦ヤマト、武蔵、長門が敵の空母部隊に夜襲を仕掛けているというところです。まあ、武蔵、ヤマトもちょっとずつ耐久が減ってきているところではあるので、まあ、どっかで回復させたいところではありますよね。なんとかここはね、軽空母全滅させて、マニラあたりで回復させたいかなと思います。正面から撃って、敵の空母部隊壊滅させましたね。はい。戦艦、ヤマト、武蔵、長門の砲撃で、第7艦隊、軽空母6隻いたもの、全部壊滅させてまーす。はい。では、長くなりましたので、今回はここまでにさせていただきたいと思います。レイテの状況なんですけども、守備隊93。一方、敵に侵攻を許していて11部隊が未だに残っているという状態です。健在な艦隊は、ヤマト武蔵長との、第2艦隊。それと、まあ、航空兵力を一応ね、要するという形になっている、日下さんの
第6航空艦隊のみになっているので、これらを使ってなんとかね、レイで、守備していきたいかなというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。